皆さんこんにちは。古仙台学習塾の古仙田です。今日はですね、皆さんと一緒に社会の勉強をしていこうと思います。よろしくお願いします。社会の中でもちょっと歴史の話をしていこうと思うんですけど、まずですね、歴史の勉強を始めるにあたって、中学校の皆さんとか小学校とかでね、勉強した方、歴史結構勉強したという方も多いと思うんですけど、歴史を見る上で大切なのが、他の勉強もそうなんですけど、大体こんなもんだっていうふうに大きな目で見る目線と、ちょっとその内容を絞ってこの部分にフォーカスして焦点を当ててっていうふうに小さく細かく見ていく目っていうのを分ける必要があるんですね。で、特にじゃあ歴史の中でその大きな目とか大きな視点っていうのは何が必要かっていうと、歴史って時間の順番でね、時代の順番で流れていきますから、その勉強する最初から最後の方までの部分がどんな感じの区分け、種類の分け、年代の分けになっているのかっていうことを、理解しておく必要があると思います。それを大体知っておくと、意外と大体の感覚で間違い探しの問題とか選択問題とか解けたりするので、しっかりですね、そういう大体こんなもんなんだっていう目線を持っていきましょう。それを、考える上で大切なのが時代、年号とかそういったものが、必要になってくると。じゃあちょっと見ていきましょうか。まずですね、基本的な言葉として、西暦とかね、今2019年とか2018年とかって言いますけど、そういうのを数え始める、0年のタイミングのこと、紀元というふうに言って、その紀元より、前のことを紀元前と言いますね。それで紀元前、1000年とか紀元前500年とかっていうふうに前に遡っていくと。数字で言うと負の数みたいな感じなんですけど、その紀元前という時代と、それの、紀元、イエス・キリストが、主が誕生してから、0年が始まって、100年、200年、300年というふうに、紀元後が続いていくというような紀元が続いていくと。で、さらに、1世紀、2世紀とかっていうことが聞いたことあると思うんですけど、紀元0年からその世紀っていう、1世紀っていう数え方が始まっていくんですけど、世紀の単位の1っていうのは100年ごとを一つの1世紀というふうに考えていると。で、よく勘違いしやすいのが、例えば250年とかってくると、2世紀かなっていうふうに考えちゃう人いるんですけど、それ違いますね。0から始まって、次の100までを最初の1世紀というふうに考えているので、0から100年のところを1世紀と。次に、101年から200年のところを2世紀。なので、201年から300年のところを3世紀っていうふうになるので、250年とかできたらそれ3世紀のことなので、気をつけておいてください。よく歴史の問題とかでは、17世紀とか18世紀とかっていうふうに来て、17世紀とかってくると、1700年代のことなのかなっていうふうによく勘違いしてしまう人が多いので、しっかりそこですね、気をつけて理解しておいてください。じゃあ、その言葉があって、じゃあ日本において、年号とかっていうのはどうなってるのかね、というのを見ていこうと思うんですけど、よく聞くのは縄文時代ですね。この紀元前のタイミングでは、その当時使われてた土器とかの名前から、生活のスタイルからこういう縄文という言葉がついてますけど、縄文時代と呼ばれる時代が紀元前にはあったんだと。さらに紀元が始まる、ちょっと前のところから、ちょっと、生活スタイルが変わって、それに基づいて弥生時代という時代が続いていくと。これ紀元前のちょっと前から、紀元が始まるちょっと前から弥生時代が始まっていくんだ。縄文は紀元前の時代なんだということを大体理由で覚えておくと。で、さらに弥生時代は結構長く続いていって、その時、300年とか400年ぐらいのところになってくると、今度、古墳と呼ばれる、大きなお墓みたいなものを作りましたけど、そういうものを作るような、時代になってきた。で、そういうスタイルの生活が入ってきたということで、そういう時代を古墳時代というふうに呼びますよね。で、この古墳時代が、大体300年ぐらいから600年ぐらいまで、300年ぐらい続いたんだなというふうに感覚として覚えておくと。弥生時代も大体300年ぐらいの感じ、ね。もうちょっと長いとかなんですけど、大体で、こんなもんだ、300年ぐらいって続いて考えていくと、弥生時代は紀元ぐらいから始まって300年とかっていうふうに数えていくと、じゃあ、飛鳥時代ですね。飛鳥時代ね、
まあ、聖徳太子とかの時代になってきますけど、この辺の時代っていうのは、600年ぐらいから始まっていくんだ。まあ、大体ですね、大体です。600年ぐらいの時代なんだっていうことが分かってきますよね。なので、ざっくりと何百年ごとぐらいでこう時代の名前が変わってきてやっていくと、ああ、この何年時代っていうのは、大体この何百年ぐらいのことだよなっていうようなことが理解できる。で、飛鳥時代がまあ100年ぐらい、100年ちょっとぐらい続いた後に、その後、奈良時代っていうのが来ると。これ、特徴としてなんですけど、結構今まで割と丸を大きかったんですけど、奈良時代結構短いですよね。実は奈良時代って結構100年未満の時代で、非常にこう短い期間の時代というか奈良時代ですね。結構有名な時代ではあると思うんですけど、で、この辺からですね、今まで生活スタイルの言葉から、縄文とか弥生とか古墳とかついてたんですけど、この辺からですね、政治の中心地、政治の場所がどこで行われてるのかっていうことから、奈良時代とか平安時代とかっていうのについていきますね。で、奈良時代があって、結構短いです。その後、平安時代が来るんですね。800年ぐらいから平安時代が、始まりますけど、まあ、800年、700年ですね、それですね。で、その平安時代を見てください。結構長いんですよ。800年くらい近くから始まって、ぐーっと始まっていって、この鎌倉時代が始まる、まあ、1200年代ぐらいのところまで、まあ、結構400年くらいが平安時代っていうふうに言われたんですね。なんか結構長いんだと。奈良時代は短いし、平安時代長いんだと。で、まあ、いい箱作ろうとか、いい国作ろうとか、そんな語呂合わせでよく、ある、源頼朝が作る鎌倉幕府、鎌倉に、政治の場所を移してやる鎌倉時代っていうのが、この1200年ぐらいから始まると。まあ、語呂合わせでポイントとなる年号っていうのもね、泣くよううぐいすとか、なんと踊る兵、とか、そういうふうな語呂合わせでしっかり覚えておくのも必要ですけど、そこから鎌倉時代が始まって、で、鎌倉時代っていうのが、まあ、大体、100年ちょっとぐらい続いた後に、今度、足利氏が、室町幕府、まあ、南北朝時代とかっていうふうに、天皇と争った時代もありますけど、室町幕府っていうのが始まって、室町幕府結構長いですね。1300年後半から、真ん中ぐらいから、1500年続いてくるところまで。まあ、結構、室町幕府の後半となると、戦国時代といって結構、争って、誰が1位になるな、みたいなことを、すごく争ってた時代なので、少し、ごちゃごちゃっと大変な時期だったんですけど、そこで、江戸幕府ですね。徳川家が、まあ、関ヶ原の戦いとかがあって、石田三成やるとか、そういうことが起きて、江戸幕府っていうのが誕生したと。で、1600年ぐらいですね。1600年ぐらいに、これはキリーンで覚えやすいですね。1600年ぐらいから江戸幕府が始まって、まあ、ペリーがね、来てとか、そんな攘夷運動起きてとかっていうふうに、江戸幕府が崩壊するまで、まあ、1850年ぐらいでしょうか。その辺まで250年、300年近く、江戸幕府の天下が、続いていくと。それで、その後、まあ、明治維新が起きて、明治の年号になってくるんですけど、この辺からまた、時代の名称の付け方が変わってきますよね。それまで、政治の中心地、奈良とか、平安とか、鎌倉とか、室町とか、江戸とかっていう風に来たんですけど、こっから、まあ、将軍の時代が終わったと、武士の時代が終わって、まあ、天皇の時代、まあ、天皇がね、日本の象徴としていて、それで、まあ、政治を行う組織があってっていうような仕組みになってきたので、ここからはですね、元号といって、まあ、天皇さんが変わると、元号も変わりますね。まあ、今年2019年も、天皇さんが退位されて、新しい天皇さんになるので、ここの平成という元号も変わる予定なんですけど、もちろんですね、今まで、天皇さんはずっと続いてるので、その、いわゆる明治とか大正とか昭和みたいな、天皇さんに基づいた元号というのは、今までもずっとありました。ね、でも、今まではそういうふうに、まあ、江戸時代は天保とか教保とかってあったんですけど、っていうふうには区分けされなくて、この将軍の時代が終わってから、この明治とか大正とかっていう天皇さんによる元号を、時代の名称として使い始めたと。で、明治があって、まあ大正ね、すごく短い15年とかですけど、その後昭和があって、その後平成が続いていくと。まあこの辺はですね、割と皆さんも覚えやすいというか、身近な年代ではあるので、覚えやすいかなというふうに思うんですけど、この辺からちょっと名称が違ってるぞっていうことを覚えておくと。なので、ざっくりですね。こんな感じの何百年ごとぐらいにこの辺は変わってって、まあ、少し語呂合わせとかで泣くよとか、いい箱、いい国とかっていうことを覚えていて、ポイントを押さえていって、それで、ああ、大体この何百年ぐらいで歴史っていうのはこれぐらいの名称変わってってるんだっていうことさえ押さえておけば、結構問題が解きやすくなってくるので、ぜひですね、大きな目を見て、まずはその歴史の外観っていうのを皆さんしっかり押さえていってみてください。今日は、ちょっと歴史のですね、勉強するにあたって、一番最初にこう理解しておいた方がいいことについて、皆さんと一緒に勉強してきました。今日はありがとうございました。